大きく変わります。それは、工学部の学科再編、そして、芸術学部の、中野一元化でございます。この工学部、これからどう変わるのかということに関しましては、この後、学部長の方から詳しい話が、ございますけれども、これまでの、5学科制からですね、1学科、2学系、5コース制ということに、変わります。皆様が学ばれた学科の名前が、なくなってしまうということで、悲しい思いをされている方もいらっしゃるかとは思いますが、先ほど岩田会長もおっしゃった通りですね、この少子化の厳しい時代、音楽もこれから生き残っていかなければなりません。そのためには、我々はその時代の状況に合わせて、変わっていかなければならない。でしかも多少変えるということで変えるのであれば、抜本的に変えるということで、このような、学科再編をさせていただくことになりました。話は変わりますが、先日ですね、本学の、硬式野球部がですね、神奈川県大学野球リーグの、2部リーグでですね、優勝いたしました。はい。多分 初優勝じゃないかと思うんですけれども、2部リーグの他の大学っていうのは鶴見大学とか、それから松陰大学、横浜市立大学、防衛大学とかですね、結構強豪ぞろいの中で、うちの、そのしかも工学部が主体となった、選手たちがですね、優勝を勝ち取ったと。まあ、実験とか工学部ですから、実験とか演習とか、宿題とかですね、非常に大変な中で、勝ち取ったということは、大変価値のあることだと思っております。私は本当に誇りに思っております。で、一部リーグとの入れ替え戦が、先日あったんですけれども、横浜商科大学と対戦いたしまして、まあ、惜しくも、連敗を喫して一部昇格はならなかったんですけれども、まあ、これからまた期待が持てるような試合内容であります。秋のリーグではですね、また頑張って一部昇格を目指してほしいというふうに、思っています。以上で私からのご挨拶といたしますが、今後とも、同窓会の皆様には、ご助言ご支援のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。